はい、どうもレイオーレオです。よろしくお願いいたします。さあ、ということで本日は待ち待っておりましたイチローさんの登場でございます。さあ、ということでついにプロスピエスにあの世界のイチローさんが登場いたしました。さあ、ということで本日はイチローが極みになるまで終われませんという形になっております。さあ、ということでプロスピエスの方に初めてイチローさんが登場するということにあたりましてですね、今回ぜひとも極みにしたい、私はイチローさんの S ランクを手にしたいということで、久々に課金をいたしました。はい、ということでございましてですね、さあ、ということでございまして、もうね、これ日付いつやってるかとかバレちゃいますけど、はい、課金いたしました。で、まあ、今回ね、額が少ねえじゃねえかということなんですが、今回私、まあ、引き終わるまでというか極みになるまで引くつもりではいるんですが、まあ、3万円分今回課金をいたしました。で、とりあえず1回3万で、やりまして、これ3万上限としてとですね、まあ、S ランク極みにならないような場合はですね、追加でまた引きたいと思いますので、今回は、今回この動画ではイチローさんのガチャを3万円分、引きたいなというふうに思っております。さあ、ということで、まあ、イチローさんでございますけれども、まあ、こちらね、紹介していくと、まあ飛び抜けてますよ。はい、ミート89、パワー75、走力86、外野は全部守れて、なんとライトは91。見たことがございません。適正 S ランクはちょっと見たことないですね。はい、で、特殊能力が超アベレージヒッター、そしてですね、新しい特殊能力が2つございます。はい、まずエリア51、守備の時の熟練の技が光り、外野から低い鋭い送球ができるということで、送球速度がダウンしない、まあ、だから肩がいくつだっけ、肩が94というところで、まあ、だから減速しないわけですよね。もう最後まですごいスピードで到達すると。で、ファインプレーが出やすい外野の時、外野手の遠投が低い弾道になるということで、はい、ちょっとね、これは見てみたいですけれども。そしてイチローという特殊能力ですね、打撃後のダッシュスピードが上がる、走力ショーアップ、あ、だからあれなんだね、足速くなるんだ。さらにランナーなしの状態で発動すると、パワーが中アップ、弾道が高弾道になる、またはランナーがありの状態で発動するとミート B アップ、パワーがショーアップということで、かなりステータスに影響を与える特殊能力が多いといった感じで、まあ、これね、面白いのが、ただね、高弾道になってしまうっていうところがちょっと面白いですね。そんでもって、まあ、これね、称号をつけようと思うと S ランク超えると、ミートが S を超えるっていうところにもなってくるので、うん、ぜひともね、イチローさん極みにしたいですね。ちょっとね、欲を言えば称号もつけたいところではあるんですけど、まあ、なかなかね、称号をつけるほどのね、 A ランク S ランクを確保するのはちょっと難しいと思うので、まあ、今回はね、極みになるまで、引きたいなというふうに思っております。さあ、ということで、では早速やっていこうかと思います。さあ、もうね、楽しみでしょうがないです。こちらのガチャは3回目、6回目、そして10回目が、S ランクが確定で、10回目に関してはイチローさんの S ランク確定ということになってますんで、はい、で、今回3万円分、課金をさせていただいていて、まあ、10連が引ける状態まではあるので、今回 S ランクは確定で、私は取りに行きます。はい、なので、まあ、こっからイチローさんが極みにできるかどうかっていう戦いです。はい、ではやっていきましょう。まずは10連お願いします。さあ、もうね、私はもう S ランクは大量に持ってるんです。はい、最新年度の S ランクはもうね、グランドオープンの時いっぱい出したから、いらないっちゃいらないんだけど、イチローさんの S ランクは何が何でも欲しい。さあ、月が出ているということで、いきましょう。さあ、ピッチャー調子くん、月は出ている、何かあると信じたい、リリース。さあ、まあ、できればね、イチローさんの A ランクもたくさん欲しい。
現状、まあ、3枚持ってるんで、さあ一郎さん1枚、 B ランクはただな、関係ないんだよな。さあ一郎さんめっちゃるいいね、一郎さん出ますね。さあどうだ、いやー A ランク、残念ながら一郎さんではない、則本投手でございました。さあただ一郎さんが、10分の4というところで、さあ可能性はあるよ、ただ可能性はある。さあでは行きましょう、20連行きたいと思います。さあ頼む、あ月出てるね。さあお願いします、調子くん、さあお願いします、頼む、なんとか出てほしい。うん、光らない、追い光はない。さあうわバット当たらない、キャッチャーは飛ぶだけ。さあどうでしょうか、月は出てるんで A ランクは確定してるわけなんですが、こういうガチャはだいたい A ランクは確定している。吉田正尚さんありがとうございます。さあ石川投手ありがとうございます。さあ一郎さんが出てくるか、どうだ最後、大野雄大、一郎さんがなかなか出てこない、ちょっと厳しい戦いになっている。さあ行きましょう、30連目でございます、 S ランク確定です。さあ調子軍レッツゴー、お願いします、虹の輝き。さあ青く光るか、 OK 素晴らしい。さあ追い光はないよ。さあどうでしょうか、ニコッと笑ってくれると複数枚が期待できるんだが、あーでも普通だな。中村翔さん、さあどうだ、サイスニード、 A ランクがいっぱい出てくるんだが、さあ頼む、イチローさんの A ランクでもいいから、B しか出ない、頼む頼む、イチローさん来い。あー西勇輝投手は嬉しい西勇輝投手は嬉しい。さあ S ランク確定は桑田投手、増坂世代最後の生き残り和田投手でございました。いやー30連目まで来て A ランクともに、一郎さんの A ランクともに、ゼロと B しか出ておりません。ここまでちょっと厳しいな、うわーこれマジ極みできるかな、極みできねえんじゃねえかな、本当に俺極みできるぐらいまでは思ってたけど、できない可能性が出てきたぞ。まあ最悪幻突使うけど、幻突使うけどなあ、いやーでも行きましょう。さあ頼む、一応ね一郎さんの A ランクは3枚あるんで、そこはね、おお絶好調きたー、40連目さらっといったけど確定。さあ一郎さんが来てほしい、できれば頼みます。さあただ A ランクは最悪でも5枚必要なんで、ここで S ランクとともに A ランクも出てほしい。一郎一郎続け、立て続けに一郎さん、さあ A ランク松本嬉しいけど、さあ A ランク S ランク、あー鈴木大地さん、そこ来ちゃった大地さん来ちゃった、うわー大地さん来ちゃった。さあさあ最後は島内さんと、あー厳しい、一郎さんじゃない、ここまで A ランクもゼロ、厳しいな、現実は厳しいですね。さああっという間に50連目でございます。あちょっとエナジーないんで足しましょうか。さあということで、イチローさん獲得に向けて、おいで2番でございます。まあ、これで 3万円、私は消費させていただきました。はい、いやー頼むマジで、残りあと何回なんですかね。はい、まあ、5回だからあと6回か、6回で頼むから
A ランクか S ランクが複数枚欲しいところ、確定分以外で欲しいところでございます。さあお願いします。最低でも確定分以外で2枚出さないときついんです、マジで。お願いします。さあ50連目なので確定分じゃないですね、ここは。さあ月が出ているということでお願いします。さあ金色に輝いている、金色には輝いている。さあお願いします。おい光来い、光頼む。A ランクだけか、これは。頼む、一郎さんの A ランクお願い。山川さん、大和さん、伊勢さん、さあ頼む。 A ランクも確定分のみか、これ。うわ厳しい。さあ頼む、一郎さん。うわー大瀬良さんやん。大瀬良さんも嬉しいんだけどさ、 S ランク持ってるから。いやー厳しい、現実は厳しいな。いやーでも A ランクすらこう引けないっていうね、この事態ちょっとマジ厳しいっすね。さあこっからです。でもこっからが勝負。こっから60連目に入るんですが、6回目から10回目まではイチローさんの確率が 20% になります、 S ランクが出た場合ですね。はい、さあでは行きましょう。60連目お願い、確定分です。さあまずは確定分から。 S ランク確定、 20% の確率でイチローさんです。さあ A ランクも欲しいところ。いやー演出がちょっとな、演出が後からなんか巻き返した感あるけど、ちょっと演出が寂しかったよ。さあ与座さん、宮城さん、沖縄が続く。吉川さん、いやー A ランク来ても一郎さんじゃないのがちょっとな、厳しいな、押すな。さあ A ランク、うわー来ない、伊藤投手。さあということで確定分こちらでございます。さあ頼む、向井拓也。いや嬉しいんだけどさ、ベストナインも持ってるからさ嬉しいんだけどさ、甲斐さんに関してはちょっと出すぎないよな。甲斐さんめっちゃ来るんよ。いやー頼む、マジで頼みます。確定分も2回外しました。さあ残るは一郎さんの確定分1回のみです。現状私 A ランクは、3枚持っております。極みにする場合は、A ランクか S ランクがあと2枚必要です。厳しい、厳しいね。さあ行きましょう。70連目、頼む、一郎さんの極みはマジでしたいんだ。お願いします。A ランクでいいから出てくれ、頼む。高望みは本当にしないから、うん、 A ランクだけでいいよ、お願いします。一郎さん来い、頼む、願い叶ってほしい。さあ来たー、まず1枚、これは嬉しい。ただあと1枚必要なんだよな、あと1枚必要なんだよな。さあお願いします。さああと1枚、いやー一郎さん来ましたね。でもよかったよかった。さあ S ランク松葉投手、一郎さんではないと。いやーさあ We love、 いやちょっと待ってね、嬉しいは嬉しいんだよ。 A ランク出て一喜一憂しすぎてちょっとねもう疲れてるめっちゃ疲れてる。いやでも1枚来た、ありがとうございます、ありがとうございます。さあ残るは、イチローさんの A ランクか S ランク、もう1枚が必要。さあ残るは3回、お願いします。
さあ S ランクはただ地味にコツコツ出ている。さあ月があるよ、月があるよ、お願いします。さあ金色に光る、お願いします。赤いよ、いいよ、いいよ。 S ではないけど A が複数枚期待できる。あー飛ばない、そのパターンあり。さあ頼む石野さん、きたー、ウィーニング、ウィー、きたー、よかったよかった、マジで A ランク回収できた、ありがとうございます、マジでありがとう。これでもう私は一郎さんの極みが確定しました。あー勝ったわ、勝った。さあ A ランク青木のりしこさん、ありがとうございます。あー勝ちました、ありがとうございます。あー勝たせていただきました、いやーよかった。いやもう今回ねイベントもねしっかり回ってね、まあ、隅田投手のね A ランクとかも欲しかったんで、しっかりイベント走ろうと思って最後まで走り切ったんですよ。なんだっけ、前来てたイベント前来てたイベントの名前忘れちゃったけど、はい、まあ、そこでね越郎さんの A ランクもね回収できてたんでよかったです、2枚出て。いやー、さあもうあとウィーニングランです、もう私は。さあまあね、継承がね、継承はねしたいんだけれども、継承間違えた、称号はねつけたいんだけれどもね、まあ、そこまではちょっと高望みしてしまうとね、ちょっとなんだろうな、まあ、S ランクは確定してるんであれなんですけれども、まあちょっとそこまで高望みしてしまうとどん底に落ちそうなんで今回やめときます。さあ90連目、さあ私のウィーニングランでございます。いやーよかったわ、いやーもう本当にね、もうあとはもう S ランク回収するだけなんでなんもないんですけれども本当に、まあ、なんだったらね幻突を使って一郎さんの A ランクを1枚余らして継承に使うっていう、継承じゃねえわ、称号チャレンジに使うっていうのも手っちゃ手ですけどね。はい、90連目はちょっとね演出が最悪でした演出全くございませんでした。さあということで A ランク確定、西川選手でございました。さあということでございまして、私は、極みにできるということが確定いたしましたので引かせていただきます。10回目 S ランク一郎選手確定でございます。さあ行きましょう。あー流星群だ、流星群ですね、輝きが凄まじい。中志君レッツゴー。さあどうでしょうか、リリース早いね、追いはないからこれは確定分のみかな。はい、ありがとうございます。さあということで与座投手、お中島さん、大西さん、一郎さん、丸さん、さあ A ランク、お S 辰巳選手が出ましたね。さあただここまで来て S ランクは全部外しました、はい、私一郎さんを全部外しました。さあということで確定分一郎、いやーありがとうございます、もう本当にもうね安堵です。はい、もうなんだったらねもうちょっと鈴木誠也選手がねメジャー移籍してしまったんでね、ライトのポジションはちょっとワールドスターで回収しなきゃいけなくなっちゃったんでね、はい、まあ、新しい別のね、なんていうんですかね、鈴木誠也選手に代わるガイアライトが、まあ、入ってきたと考えるとめちゃくちゃありがたいですね、はい、いい戦力補強になったのではないかと思いますよ。いやーということで、いやーもう安堵です。はい、まあ、ということでね、現状イチローさんが、まあ、この通りイチローさんの A ランク3枚と、先ほど引いた2枚と確定分ですね、まあ、こちらがございますということで、さあということでこれでねイチローさんの極みは、私確定いたしましたんで、
まあ、これ以上は私、引きませんが、いやーもうね、嬉しい限りです。はい。もうこれでもあれだな、煙突使ってあげようかな。うん。煙突を使って、一郎さんをあげて、で、A ランク4枚を使って極みにして、残りの一郎さんの A ランクで、称号チャレンジをしようかと思います。もうこのプランですね。はい。もうこのプランしかないです。いやー、ということで、ありがたい限りでございますけれども、はい。さあ、そしてね、まあ S ランクもですね、まあ一郎さん以外で、何枚ですかこれ、5枚か。5枚も出たんだ。へー。まあ確定分が2個と、追加で2個。回収できたというところで、まあそうですね、まあ今回は本当に非常に良かったと思います。はい。まあ私ね、無課金ではないので、はい、美課金勢としてやらせていただいている以上、やっぱりね、こういったなんかなんだろうね、記念すべきというか、はい、なんかこういうタイミングでしか課金はしないんですけれども、非常に嬉しいです。はい、一郎さんのまあ極みを回収できたっていうところは非常にね、良かったと思います。はい、大満足です。もう3万でこれだけのね、なんだろうな、これだけのこう、なんていうんですかね、楽しませていただけるっていうのはね、もう本当素晴らしいです。はい、もう本当だったらもっとね、お金かかると思うんですよ。これだけ楽しもうと思ったら3万でこんだけ楽しめるなんてね、なんといった神ゲームなんでしょうか。本当にありがとうございます。さあ、ということで、もうね、ふわふわしちゃった興奮しすぎてふわふわしちゃった。もうハッピーなんで、もうね、このままハッピーな状態で終わりたいと思います。はい、ということで、皆さんご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録とよろしくお願いいたします。いやもうね、一郎さんが回収できて本当に嬉しいです。私ね、西武重戦なんで、まあ、オリックス、ね、選手にはなってしまうんですけれども、まあ、やっぱり、パリーグの最強決定戦とかはね、パリーグ限定とかもあるんで、そういったところではね、イチローさん、使えると思いますし、まあ、私のね、リーグオーダー自体も、12球団構成で作っているので、まあ、ここのね、ライトのポジションが、まあ、今現在、鈴木違いの聖夜さんなんですけれども、まあ、ここがね、変わるというところで、非常にありがたいと思います。はい。ということで、以上、レイオーレイオーでした。それでは皆さん、また別の動画でお会いしましょう。See you next movie, さっせっせい。See you next movie, goodbye.